イスラエル史上初の候補作、空を監督したエフライムキション。イスラエルは1964年に初めてアカデミー国際長編映画賞に映画を出品した。イスラエル代表作はこれまで20本がノミネートに至っているが受賞は一度も果たしていない。1991年以降はイスラエルのフィール賞で作品賞を獲得した映画が自動的に代表となる。 2007年は、アビバマイラブと甘い泥が大受賞であったため、決戦投票を行った結果、甘い泥に決定した。2008年は、迷子の警察音楽隊が、オフィール小作品賞を受賞したが、セリフ中に英語が占める割合が多かったために、映画芸術科学アカデミーに失格とされた。そのため時点であった、暴報トレバノンからの撤退が出品され、23年ぶりの、 オスカーノミネートを果たした。1956年よりアンパスは外国語映画賞を設置し、各国のその年最高の映画を招待している。外国語映画賞委員会はプロセスを監視し、すべての応募作品を評価する。その後、委員会は5つのノミネート作品を決定するために、秘密投票を行う。イスラエル代表作の多くは主要なセリフがヘブライ語である。他に、 ザグラスケージと、モーメンツがフランス語、レート・マリッジがグルジア語、アジャミがアラビア語の方言である。また、ヤナ、エス・フレンズと、セイント・クララはロシア語が多く含まれている。ありがとうございます。